世界カメラウィジェット画面4アンドロイド世界カメラは iPhone、Android 上で動作する拡張現実ソフトウェアであるトンチドット株式会社が無償で提供していた2014年1月22日に全サービス終了本校ではその携帯電話向けバージョンにあたる世界カメラズームについても記述する世界カメラを起動すると iPhone Android 内蔵のデジタルカメラによって目の前の景色が画面上に映し出された上にその場所、対象物に関連する AirTag と呼ばれる負荷情報が重ねて表示される AirTag はユーザーが自由に負荷することができユーザー間で共有される利用には iPhone、Android などのスマートフォンの使用が不可欠でありまたそれら機器をかざしてディスプレイを見なければならない GPS を用い、現在地を特定する。また、内蔵の電子コンパスによって、カメラの向いている方角を認識し、その方向に貼り付けられたエアタグを表示できる。一認識の精度は、GPS の受信強度によって変わる。世界カメラズームは、KDDI、並びに沖縄セルラー電話の、各 Android OS 搭載 AU スマートフォン、並びに、 各 AU 携帯電話上を動作する e g アプリである。世界カメラの機能のほか Twitter 機能が搭載されている。2011年11月30日をもってサービス終了となった。ありがとうございます。